ダイヤモンドストーンはアメリカ合衆国ウィスコンシン州ミルウォーキー出身のプロバスケットボール選手。ウィスコンシン州ミルウォーキーにあるドミニカン高校では4シーズンプレー。4年時には平均24.4得点11.7リバウンド高校通算で2000得点以上をマークし、2015年のマクダナルズオールアメリカンにも選ばれるなど全米級のセンターとして活躍した。 メリーランド大学では平均12.5得点5.4リバウンドをマーク。1年間プレーのみでアーリーエントリーを表明し、2016年の NBA ドラフトでニューオーリンズペリカンズに40位で指名受けた後、ロサンゼルスクリッパーズに指名権のトレードが成立。ルーキーシーズンは D リーグで大半を過ごし、クリッパーズとしてはわずかな出場に終わった。 2017年の7月7日にアトランタホークス、デンバーナゲッツ、ロサンゼルスクリッパーズが絡んだトレードでホークスへ放出され7月31日に解雇。9月13日、シカゴブルズと2年契約を結んだ。しかしシーズン開幕直前に解雇。解雇後に参カのウィンディシティブルズに送られた。ありがとうございます。